さん、こんにちは、こんばんは、クールチャンネルです。マリオメーカー、今日も実況していきたいと思います。ミーバスがついに終わってしまいますね。今までミーバスお世話になりました。これからもマリオメーカーは続けていきますので、よろしくお願いします。今回最初のコースは注目の難しいから、初見は大変天の弱、いいんじゃないか。まあいいや。ベストクリアタイムは9秒、クリア率は 16%。 カメックがゴールポストを決勝系ステージっぽいですね。遊んでいきましょう。初見でクリアしてやりますよ。なんだ、はい、ここまでは別に難しくもなんともないと思うんだけど、問題はここから。はい、あれ、ゴールしちゃったよ。マリオタイム、ほほう。あれ、今なんで壁抜けした？バグ？なんだろう。壁の上飛び越えてたかな。まあいいか。後でちょっと録画見てみようかな。はい、お次はこちらのコース、星のカービィで、刹那の見切りみたいなもの、簡単。クリア率 5% ですね。早速遊んでみたいと思います。星のカービィスーパーデラックスでやりまくりましたからね。これも一発クリアしてやりましょうか。カービィだ。やっぱり可愛いね、カービィね。 3D のカービィの新作、うわー、刹那の見切りと全然関係ないところでやられたんだけど。多分次こっちでしょ。まあまあ、ステージ1だから簡単といえば簡単。まあ一回やられてるのは見てないですよね。皆さん何にも見てない。おーい、てかこれ覚えゲーでしょ。まずさっき衣装は右側にいないとダメそうだった。真ん中一つにつき2回避ければいいのかな。じゃあ次は左側に行ってみる。チクショウメイ。まずは左待機、左待機からの落ちてきたら右待機。ゴム兵もちょっとずつ走ってくんないかな。次、僕は完全に初見殺しでしたね。上から降ってきて、次真ん中、ここが難しい。よく分かってない。おーし、登れた。次は登ってるよ、大丈夫。また変な風に変わったりしないよね。これカービィでしょ。アミーバ取って普通にゴールさせてくれるかな。危ない、何も仕掛けなかった。しかも下に落ちちゃったり。てん。はい、お次はこちら、爽快チョイムズスピードラン3。少し工夫してみました。50秒。新世界の神様、新世界の神様とはお仲間かな。ベストクリアタイム34秒か。タイムはかなり余裕があるのかな。それともどっかでショートカットというパズルができるのかな。まずは普通に走っていくだけで OK でしょう。なんでこのトゲ像をスルーしてるのかは見てない、見てない。はい、2ついっぺんに壊したいけどそれができない。クルクルクルさん、バーネをくぐっていったら3段ジャンプからの、ちょっとずれてたけど、まあ呼ばれたからいいか。次はまたバネ飛び越えていったら、あ、音符ジャンプ苦手なんだよね。クルリンはいらない。おーし、届いた。クリボータワーも、おーねー、勢いが足りなかった。駆逐勝負。よし、抜けたぞ、トゲゾエリア。ここも走り抜けていくだけで OK。 なんか上から行けそうな気もしたけど行かなくてよかった。タイムは楽勝でしたね。やったね。はい、お次はこちらのコース、ラッキーステージ、ノアさん、遊んでいきましょう。新着コースだけどもうクリアしてる人はいるみたいですね。じゃあベストクリアタイム目指してみましょう。ラッキーステージっていうと、あのマリオ3の飛行船みたいなのが思い浮かんでくるんだけど、なんかイチアップとかキノコとかいっぱいあるけど、はい、ん？なんだ？普通に入るだけでいいのかな？普通に入るだけかーい。100人マリオでこのコースに当たったら確かにラッキー。
さて今日のラストのコースはこちら、ボーザーズパワードキャッスル、ポックンさん、クリア率はちょうど 10% ですね。遊んでいきたいと思います。ランキング1位のコース、どんなコースかな。なるほど、リフトの代わりにこのパワーブロックに乗っていくっていうことか。1個ずつ叩いていくのかな。うん、そういうことみたいですね。今のところが多分チュートリアル。パウが飛んでくる。味方だけじゃなくて敵にもなるのね。これは1個叩けばいいのかな。おい、いいんだよね。早めに叩いておかないと、あのパウブロックが戻ってくるまでに戻れないよと。なるほど。で、うまいこと叩けないようになってるんだ。ほーい。あれ？どこ行った？こっちでいいんだよね。あれ？全然違った？まあ、このパワーブロックを叩けば先には進める。こっちでいいんだよね。これ乗るのかな？乗っていくよ。そろそろ中間ポイントあるんじゃないかなと思ってるけど、このパワーブロックはなん、あ、やられないよ。おーい、おーい、ここまで来るまでに。間に合ったー。喋れてなかったけど間に合ったー。ここからはジャンプかー。うまい。出てくるのね。結構いやらしいところで出てくる。オッケー。これは上行くのかな。行っちゃっただけかーい。でもありがとうございます。届けないかな。ダメか。次行こう。よいしょ。戻ってきたよ。乗ってるだけで OK なんだよね。信じてるよ。よかったんだよね。よし、次行くよ。次は、今度は多分飛び移らないとダメだったんだと思う。で、ガリガリに当たらないようにチョロプーの上を抜けていって、はい。だいぶ違う？だいぶ違う気もする。ゴリゴリ突破。いやー、もうね。ゴリゴリ仲間のゆうちゃんとよくツイッターで話してますよ。ゴリゴリ大正義。うわ、これ難しくない？でもこういうコース大好き。あー、クリアできるとは言ってない。左側のピンクコイン最後にしましょうかね。その方が良さそうだね。次、この辺に戻る。オッケー。あとは、ピンクコイン取りつつ、勢いつけて左側までジャンプしちゃえば、オッケー。完璧でしょう。これでゴールなんじゃないかな？待って待って、そっちに行きたいわーい。ここ？はい。叩く？叩いたよ。叩いたけど、それでいいの？え、違う？どうすればいい、どうすればいい。やり方が違ったっぽいな。なんかやり直し扉があるからもう一回見てみよう。ここに入ってるだけでいいのかな。今叩いちゃったけど、あえて叩かない。これでいいのか。そうすることで、あ、ちょっとここの足場が高くなるんだ。それで上のパウが叩けるようになる。マジか。すげえ、その作りは全く想定外。で、最後のこのハテナブロックの中身見ていきたいですよね。今までありがとうね。これからもよろしくね。サンクス。いやー、すごいこのコース面白い。これからもね、こういうコースどんどん増えてくると面白いですね。はい、それでは今日のクールチャンネルマリオメーカー実況はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いいたしましょう。チャンネル登録まだお済みでない方はチャンネル登録よかったらしていってくださいね。それでは次回はあなたのコースにクルクルクール。バイバーイ。